はい、どうも皆さんこんばんは、のぼどぼです。今回は、はい、皆さんワールドウォー2楽しんでますか？僕もね、ワールドウォー2を買って、まあ、ちょっとやってみたんですけども、まああれですね、今作っていうか、ワールドウォー2は原点回帰ということで地上戦に帰ってきたんですけども、まあ多分皆さんね、キルデス比を気にする方がいると思うんですけども、かなりね、下がっています、皆さん。まあそれなぜかっていうとね、まあかなりね、体力が多分少ないのと、武器とかが、すごい、溶けやすいのかな、多分。ね。めっちゃ下がるわ、とか、もうやりづらいなっていう方もいると思うんですよ。でもみんな思い出してくれと。BO3 は楽しかったじゃないかと。なんやかんや言って BO3 ってやっぱね、面白かったゲームなんですよ。だから今作原点回帰ってことで、まあ僕ね、まだワールドウォー2の実況撮ってないんですけども、1回も原点回帰ってことで1回帰ってきました。 BO3 に、はい、BO3 にまあ帰りましたね。さっきまでね、ワールドウォーズやってたの、全然勝てない。もうね、なんか、ここまで来ると運営のね、悪意までを感じるようになってしまうぐらい難しいっていうか、なんか、感じだったんで、ちょっと一回 BO3 で、ね、ちょっと、頑張ろうと思って、一回 BO3 に帰ろうと思って、原点回帰しました、BO3 に。はい。やっぱ面白いっすね、BO3。まあ、あれですよ、地上戦とあれの違いってだけなんですけど、まあ、僕はね、正直で地上戦大好きですよ。うん、地上戦好きです。飛べないよりか、全然。ただ、まあ、BO2 は一番神として、やっぱ、ワールドウォー2出る前だったら何が良かったって言ったら、やっぱね、私は BO3 ですね。BO3 はね、面白くないことはないんですよ。みんなね、飽きたとか言って行った方も、結局はみんな BO3 に入ってきてたじゃないですか。それと同じようにね、みんな、多分ね、BO3 をまだやりたい方はいると思うんですよ。うん、だからね、一回みんな、ワールドウォー2がゴミだったら、ワールドウォー2をやらずに、一回ね、過去作に帰ってみるのも、いいと思います。はい、自分ね、結構やってるんですよ、過去作。BO2 やったりとか、モダン3やったりとか。結構やってるんで、ね、危な。結構やっていますね。おぉ。これ出すか。でね、やっぱね、BO3 は、まあ、近未来っていうのが、まあ、あるかもしんないけど、でも僕は普通にワールドウォー2より大好きな作品ですね。ワールドウォー2よりは全然好き。本当に。なんかね、ワールドウォー2はね、全体的にまだバランスが悪い気がして、ちょっとね、あれなんですよね。みんななんかキルレが下がるとか言ってる方もよくいたり、まあ武器が強すぎんじゃないのかなっていう方もよく言ってる方もいましたので、なんかちょっとこのゲーム武器強すぎやしないかっていう、ね、そういう不満の声もねちらほら見かけたので、ね、確かに言われてみればまあね、バランスは悪い気がしますね。うん、あとパーティー組んでるか組んでないかとかもあんま見れないし、ロビーランとかも見れないんですよ。正直僕ね、ロビーランキングっていうあれはね、すんごい大事だと思うんです。ロビーランキングはぜひとも、うおー、追加してほしいものです。ロビーランキングはね、大事ですよ、結構、あれは。で、ね、この次にワールドウォー2の動画をね、あげようかなと思います。この、次に。まあ、ワールドウォー2がどんな現状なのかっていうのを、まあ、アップデートでね、良くなることは確かなんですよ。うん。アップデートで悪くなるってことはね、ないと思うんで。はい。
やばいな、久々に BO3 やったら楽しいな、やっぱり BO3。 うおいいですね。んー、どうしようかな。楽しい、やっぱ密集しちゃった。あー、無駄な動き多すぎる。そう、BO3 はね、かれこれね、もう2ヶ月ぐらいやってなかったですね。それまで、ね、ずっと BO2 やってましたね。COD の神ゲーって言ったら BO2 なんじゃないかなと思うんですけど、 BO2 やってたら理由があるんですけどね、ワールド O2 が出るから、まあ、それまでの期間ちょっと BO2 で練習しようかなっていうことでやってたんですけども、な、買ってみれば、ね、うわーってなりましたね。なんかこんなゲームなのかーって、失望ではないけどなんか違うんじゃないっていうあったんで、さっきまでやってたんですけどね、もうね、ダメね、あれはもうイライラ、自分結構イライラっていうかかなりするんですよね、ゲームで。でね、ゲームでかなりイライラするんで、これはもう BO3 に一回帰ろうと思って、頭冷やすためにと思って帰って見たら、ものすごいいいゲームもう BO3 最高だわ。またね、こうやって BO3 にまた人が集まってきて、ね、またワイワイやりたいですね、また。久々の飛び池ってこともあってね、だいぶね、なんか変な立ち回りしますね。突っ込めるのがいいよね。ワールドウォー2は、もう常に後ろにいるみたいな芋ゲーなんで、結構辛いですよ。あらら、あらら、あらら。だね、その点踏まえたらやっぱりね、BO3 を突っ込めるから楽しいっていうのもあると思うんですよ。うおー、飽きられたやっぱりね、皆さん、とつりたいんですよ。ね。わかります、その気持ち。途中でも、今回は 17×11 です、ですね。まあ、微妙ですね。みんなね、多分、嫁ぎたいと思うんですよ、このゲームで。まあ、嫁ぎたかったらね、BO3 に帰ってきなさい、皆さん。これだけですね、いうことは。さあ、わずか4位だった。まあ、てことで、まあ、ワールドウォー2。これから頑張っていきますけども、まあ、BO3 はたまにね、こう友達とかでやりたいと思うんで、まあそんな感じですかね。以上のぼのぼでした。